じゃあ私はこれで。すみません、お先に失礼しますね。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。今店を出た。車はまだか？急な追いつけだったもんでな。お嬢様の具合は？問題ない。そっちがすぐに来れば。了解。あと5分くれ。少し車を待つ。ごめんなさい。やっぱり気分が。時間がかかりそうならタクシーを。どけ。俺一人でよけりゃ後で好きなだけ付き合ってやる。何舐めた口聞いてんだおっさん。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？後で話す。少し休んでるといい。あの、大丈夫なんですか？俺らはこんな時のために呼ばれてる。どっかいいとこのお嬢様なのかな。お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。さあお嬢様にいいとこ見せちゃおうぜ。覚悟はいいか？よせ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 、俺の車！自分がこれからどんな目に遭うかより俺を心配してくれんのか？いや、今日もご精が出ますね、桐生さん。そう思ったんなら声をかけねえもんじゃねえのか。これ式で雑念が入るようでは修行と言えませんよ。なかなか手厳しいですね、花輪さん。この人はただの居候ですから、住職もどうか
お構いなく。お気遣いありがとうございます。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。仕事ならこの間用心棒に行ったろ。荻窪豊の孫娘んとこに。何ヶ月前のことですか。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者。呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。伝説の極道だったとはいえ、あなたはもう少し立場をわきまえるべきでは。ここでずっとただ飯食べてるだけでは居心地も悪いでしょう。俺はあんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。はい。大道寺稔ってフィクサーが戦後から死ぬまで政治経済を裏で牛耳ってきた歴史、そいつを蒸し返されたくなきゃ俺らはお互いに犠牲を払う必要がある。さて今回の任務を端的に言えば密輸の警護です。その時点でもう違法に聞こえるな。元極道が固いことを。別に誰かを傷つけたりするものじゃありません。依頼主は某アジアの独裁政権下で反政府組織をまとめるリーダー。我々の目には自由を求める革命家ですが、その国ではテロリストとされています。テロリスト。金塊の輸出というのは法律上面倒なんです。そこを一派の有力者たちが様々な便宜を図ってみせる。 CIA や革命家は感謝を形にしてくれるでしょう。そうかい。表に出せない金はこういった手段で稼ぐんです。それが大道寺一派の力となる。一見優雅に泳いでいる白鳥も水面下では必死に足をバタつかせているものです。ここでそんな話罰当たりじゃねえのか。さて私は最近耳が遠くて。問題ないようです。とはいえまだ少しかかりそうですね。リラックスしていただいて結構ですよ。物を船に乗せるまで1キロ四方にいる者は全員グルです。彼らも大道寺のエージェントたちです。猛者揃いですよ。あなたはここで一緒に立ってていただければそれで十分。秘密の取引なんだろう。その割に警備が多すぎる。報酬の大きい仕事ですから、クライアントの手前しっかり仕事してる感は出さないと。はぁ、うっかりご自分から素性を明かさないように。お前は確か上流だったな。いや。ならさっさと警備に戻れ。タイマンがゲこれをやるからキュッと飲んで。ああ了解した。上流だったな。何をして。今は待機だ。楽にしてていい。前はどこで何。別に。ま、大道寺にいる時点でいろいろお察しか。お互い様ってこ。おい、どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。どっちでも構わねえ。よし、そう来ないとな。うわっ！
お楽しみだったようですね、皆さん。では、そろそろ持ち場に戻っていただけますか。幸い、トレーラーの到着が少し遅れているようです。皆さんのお戯れには目をつむっておきますよ。あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは分かりかねますね。だったら余計な口挟まねえことだ。慰めになるか分かりませんが、うん、ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで東上界は消える運命だったと思います。今関西から押し寄せている近江連合にしても、いずれは同じ末路でしょう。確かに何の慰めにもならなかった。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。トレーラーが突っ込んでくる。止まらない。予定と違う客か。上等だ。こちらの怪我人は多数。そうですか。始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。あなたと同じようにね。そうか。どういうことなんだ。我々の仮説としては、全く正体不明の何者か、ミスター X が革命家になりすまし、しがない末端のために
大道寺が総力を挙げると思えねえが痛いところをついてきますね。おい。あ。ありがとう。ああ。うん。
しもし。ありがとうございました。ありがとうございました。思ったより多かったな。やっぱりお前の話は何のことだか分かんねえ。気張っていけ。覚悟はいいか。さっさと終わらせて。ほらほら、もっと本気で来いよ。
売られた喧嘩は買わせてもらう。殺しに何の躊躇もなしか。から小綺麗な喧嘩やな。せやけど余計な真似したら花輪さんはもう生きては帰れ。横浜の海に沈んでもらいます。親父の意思や。いや持ってねえって。いたじゃねえかよ、頭もじゃもじゃの筋もんが。皆さんにお見せしたいものが。先ほど桐生さんにお持ちいただいたスマホです。電源を入れるとまずいのでしたっけ。うえ、おい何やってる。うわっ！
と楽だったんだが。やってくれたな。俺はもう自分の過去も人生も名前すら捨てている。未来に希望もねえ。姉ちゃん、こちらの人にも俺と同じの。案外律儀なんだな、お前一人が。そっちは手下を引き連れてると思ったぜ。目的は話し合いですから、あんたには少しでも心開いてもらえませんと。花輪はまだ生きとります。俺はお前らの探している桐生一馬じゃない。もうええやないですか。それは見てるうちに大体のからくりは分かりましたよ。俺らの言うことも聞いてくれます？やってみりゃい。その時はお前らも渡せも、この世に生まれてきたことを後悔させてやる。俺があんたから大道寺の首を外してみせますわ。ほんまにあんたが死んだ思うたら監視のしようもあらへんけど、人目盗んで時々会うくらいできるはずや。自由になるのに何迷うんです？あんたはもう一遍死んで生き返るんや、桐生さん。それは見ての通り赤い虎です。どういう意味だって聞いてんだ。俺らにしても親父に話聞いとるだけで。よし、行くか。ありがとうございました。失礼。赤目ってやつを知りませんか？赤目？
さあどうやろな。おっと、すまない。赤目ってやつを探してるんだが。じゃあ、ラチが開かねえ。初めて見る顔やな。蒼天堀まで来てえらい度胸やん。仲間も連れんと一人でようやるわ。違う感じを想像してた。他にもいろいろやったんで。うちは何でもやや。便利屋とか情報屋とか客によって呼び方はいろいろやけど。ほら、いつまでそのあんちゃん使うんどろん。あらまあ、その赤虎ってことはあんた渡瀬組の客やな。ああ、鶴野って男から。うちに何期待してたか知らんけど、まあ任しとけ。ついてきて。うちは赤目や。そんなら行くで、上流。ふん、ああ、まあとにかくとある場所は明日のお楽しみや。うちは仕事が山積みなんや。寝込み襲ったりせえへんから安心して。寝るときはそこのソファー使ってくれる？見とんねえ。覚悟はいいか。あら、お前らが囲い屋がもなきゃの方で話を進めてくれていい。うちの番だ。どうや。
それは大海の極道も質が落ちたな。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。おい、何しとんのや、我換気もされてね。うちの番だ。そのコッパだろ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぜ。出番だ。おい、いいや。中にビップが大金を張り合うから戦士の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの仕切りは鬼人会って言ってたな。渡せ組は何も噛んでねえのか。渡せ組持ち噛んどんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。で、なんと今夜は奇遇にもその渡せ組の番やね。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやで。よう無事に着けましたな、キュリュウさん。いや、上流でしたっけ。せいぜいお客さん盛り上げたってや。なんや上流、お友達でもおったんかいな。そう見えたんなら
お前の鈍さも大したもんだ。冗談やって。それより闘技場の受付済ませた？まだこれからだ。ほんま上流はうちがおらんと何もできんな。ほなうちに任せとき。こっちや。毎度グラディエーターのお届けです。お待ちしてました。赤目様、出場の資格はお持ちで？おめでとうございます。大きなチャンスを手にされましたね。登録は何というお名前にしましょう？上流や。かしこまりました。せやけどリングに上がるときはグラサン外した方がええで。ああそうか。そいつはまずいな。なんで？顔を見られたくないっちゅうこと？そのように受け止まっております。あの野郎、完全におちょくられてんな。上流、ええ、はい。あいつがそう呼んでくれ言いますんで、本名は言うてくれんのです。へえ。次はあいつを気流役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。ゴーダ龍二は今もどこかで生きているのではないか。このパンダも、
虎の意を狩るなんてなね、死んでもやんねえ。今はそれなりに口聞ける立場になりました。鶴野の頭が俺を拾い上げてくれたおかげです。だらんのと違う。何も受け取ってねえ。それより蒼天堀に戻る。よし、行くか。死ねや。何やねん。かいな。私玉だ。いい夢見ろよ。本気でかかってこいや。ありがとうございます。ここでしまいや。
なた一人で助けに来てくれたんですか。言いにくい話なんだがよ。しばらく寝てろ。そうか、こっちの探すテーマを省いてくれたんか。
ちの番だな。悪くね。ただお値段が少々張ってしまいます。よろしければご予算を伺っても。金ならあるんだ、心配いらねえと思うぜ。俺は上流ってんだ。この辺のスーツに合わせられるもんもあるか。はい、少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか。有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。腹が減ってきたな。次はここで飯でもどうだ。お、ここに目をつけるとはお目が高い。うまいと評判の店ですわ。見ろよ鶴野、みんなうまそうに食ってるじゃねえか。おう、お前らそんながっつくんやない。ごちそうは逃げたりせんで。ったく、恥かかせんなや。親父に見せられへんで、こんなとこ。せやけど頭、こんなうまいもんわしら初めてですわ。高いもんはやっぱうまいんやな。なや、泣けてきますわ。アホ抜かせ。よーく見てもらうな。
みんな、そろそろ出れる？お花も買っていかなきゃいけないんだからね。あやこ姉ちゃん、俺の服は？知らないって。もうあんた、ハルトじゃないんだからさ。さあ、ほら行くよ、ハルト。どや、あの一番奥のやつ、キャッスルやろ？大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで、ね。